北朝鮮による中距離弾道ミサイルの発射を受けてアメリカのバイデン政権の高官は30日、核・ミサイル問題について対話に応じるよう北朝鮮に呼びかけました。これはロイター通信が報じたもので交換は真剣な協議を始めることが完全に適切で正しいと我々は考えていると述べ北朝鮮に直接の対話に応じるよう求めました。 ままた、た。アメリカはいいかななる前提条件もつけないと強調しました今回発射されたミサイルの射程距離はアメリカ軍が基地を置くグアムにも届くおよそ5000キロとみられていて北朝鮮はアメリカへの圧力を強めています。